あ、録画が開始、あ、された。はい、では MGO リスナーとかける戦場続きやっていきます。今回から、マップは、フォレストファイヤーファイトと FF になったんですが、全マップ全ルールを YouTube に投稿する予定だったんですが、それだとパート数がかなりかさばってしまって他の動画が埋もれちゃうので、全マップ全ルールは、プレイしてユーストリームの録画に置いておいて、そのユーストリームの録画の中から面白いのだけ YouTube に投稿を何本かしていくっていう形にすることにしました。で、YouTube に投稿している MGO 動画の他にユーストリームの録画置き場に全部あります。全マップ全ルール制覇してやる100本近い動画がきっとあるはずです。これからやるわけだから。ですね。で、ユーストリームの録画を見たい人は、YouTube の今の動画投稿してある説明文にリンクが貼ってあるので、動画投稿者説明文に、見に来てください。リスナーさん、空気読んだコメントありがとうございます。それ。なるほどって。みんなこれ聞いてんの、もうテイク3とか言っちゃってるもんね。はい。いっぱいいろんなストリートファイターとかマリオカートとかいろんな動画があるので、ユーストリームの録画もぜひぜひ見に来てください。ホームとかも、プレイステーションホームで遊んでる動画とかいろんな動画あるんで、説明文に貼ってあります、リンクは。では、ここから毎回同じようにやっていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いしはます。い、お願いします。で、今日のスカイプ赤髪ちゃんメンバーはソーラと P で、リスナーさんが翔さん、あゆさん、みはるさん、オルちゃん、ドラシャンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしはます。い、ちゃんと録画されてるよね。はい、 OK です。この確認は大事ですからね。じゃあ、いきます。 FF でチームデスマッチ。おし、ふぅ。ジョニーとかもうやめて。いきなりミニキャラだ。よし、はい、ちゃんと変えてきたよと。ミニキウサギだったんで、このマップからはワニにしました。初めて。鳥になってうるせえぞ。 このマップはですね、デコボコなのがやりづらいんですよね。なんか見通しがちょっ見と通狭しくがちょっと悪くて、ギリーがね、潜り込むと本当に分かんなくなる。ギリで参戦。ふひひ。ギリが報復すると分かんないんだよね。あれ、ユニキャラ赤髪ちゃんマークって誰？ソーラバンプか。バンプ。おお、バンプ。バンプソラポは得意ですか？いやー、全然。全然。やったことない。あ、リスナーさん、スカイプ相手の声の人、ソーラの声とかちゃんと入ってるよね。あら、ナイフは投げれん。この場にヨッピーさんがいないのが残念です鳥ちゃんだけにね。あれ、こういう時にいないから困るんだよね。連呼しまくったのに。ここら辺に今人降りてったな。いた。おう、ナイス。おう、ナイスです。あ、また練習しないと。あ、トマさん、後ろ。オッケー。あー、うち。あ、後ろ誰がいました？ワニガミちゃん。ワニガミちゃん頑張るよ。ワニガミちゃん。ワニ、いいじゃん、ワニガミちゃん。ウサギガミちゃんは語呂が悪かったからさ、そういうあだ名作ってもらえて嬉しいわ。あらー。オッケー。はい、声 OK、了痛解。いよ。痛い。あ、いた。ジョニー。あゆさん、ジョニーいた。わわわわ。お、逃げ切強殺ですい。か？ナイス。誰だ、今逃げ難切しい殺な、しこたれ。の？ナイフ投げる。ああ、助けリて、スナー助けさんて。か。どうやって助けたらいいの、それ。ああ、OK です、OK です。嘘。あ、最悪、それ最悪だから、もうそんな歩き回るから、臭いの撒いて。ちょっと、あゆさん、もう。臭いので歩き回らんといて、もう。あれ？ 何してるああいうか。ふうにユニキャラがいるのも面白さですよね。そうですね。ジョニーは3キルするとああなっちゃうんでしたっけ？確か、そうだったはず。3キロ連続にするとお腹が痛くなるんですよ。どんな条件なんちょっとわかんないけど。危な、危な、危な、危な。ソラポだ。ちょっとやめてください。使い方が全然分かってないんで、大丈夫です。うおー、怖っ。ソラさんに、逃げ切、決殺。おお、やりましたね。やりました。おお、次決めるときはサンダーの方でいきます。フ
そうだあれね、ロックして切っていくナイフの方がいいかもね。動きが早いから敵をロックしてナイフでシャキ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 切るのが強いかも。そうか、ロックなんてものもあった。そうなんだ。そうだよね。普通の TPS ってロックってあんの？ MGO だけなのかな。ロックは聞いたことないですね。すごいこれにはお世話になりました。赤髪病なんていう言葉も。そうですね。今一番恩恵受けてますよ。FPS やりすぎて TPS できないだけだろ。なんだ、俺のことか。そうなの、ビーモン。もうちょっと早く動いてくれないかな。動きをする。これで全然わかんないや、これ。箱隠れができないって言われたな。箱隠れどうできないの？え、箱隠れできるよ、これ。箱隠れ全然できるよ。そしてトモさんが横でダンボール被っていたという。なんかただの的になってます、スパンプ。オッケー。何もしてない。オッケー、何もしてねえ。焼肉屋さん強いな。ただの殺されて、あゆうさんが3位。オラオラオラーと、ケレ、はいケレ、お疲れ様です。ワニガミちゃんです。ご存知、バンプ嫌い。バンプね、やりづらいよね。うん、ご存知、ワニガミちゃんです。で、これでソーラさんがやっとあれかな、なんか変えた服装になるんじゃないですか。お、ちょっとね。ハンドガン使わないから、もうハンドガンプリセットでやるのやめよう。うわ、メイリルかじゃない、なんだっけ、メイリンか。いいな、メイリン好きなんだよな。メイリンキャラの中で一番メイリンが好き。ちょ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 、あら、あれはロックの距離じゃなくてロックしちゃったよ。わあ、画面が、ま、ダンボール3人ぐらい通り過ぎましたね。うん、ダンボールで3人ぐらい気づかず通り過ぎた。めっちゃメイリン、めっちゃメイリン狙ってんな、俺。ちょ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 、今度は頑張るぞ。頑張ってくれ、普通だからな。こっから狙っていくのも結構ありだったりする。おそこにいるんじゃね。じゃ、味方邪魔。ドラシャンさん、どっかに。危ね危ね危ね、あったんだい。当たったー、すごい遠い人。トモさん、あーって、オッケー、ナイスプレレード。お、こっちた、俺ちゃん、ナイス。ゴミバカだれ、怒っちゃった。今もったいな。すいません、いいですよ、ドラシアさん、オッケーオッケー、大丈夫です。トライアンドエラーは仕方ないです。わわわわ。バッチもトライアンドエラーばっかりで、エラーのが多いくらいですから。痛い。つけたー。アシオさんだ。わ、見えへん見えへん。ちょっと鼻がかえ。ここ難しい。うさぎちゃん頭がいるな。わっちゃ、これゲード。あー、後ろにいたのか。ちょっと攻め込まれてんな、赤チーム。もういけない。おっと。あ、まずになんか来た。いける。おお、ここはメイリンか。メイリンがこっち打ちまくってるね。結構頼もしいわ。うわわ、ちょ、これは怖い。これは怖い。メイリンうるせえ。これはこよ、あ、ごめんよ、申し訳ないぞ。このデコボコなと感じがやりづらいんだよね。え、どこ？うわぁ、後ろ取られてんの全然わかんなかったなぁ。わぁ、後ろか。怖い。うわ、一撃。ワニの口が赤べこに見える。確かに赤べこ？不規則に動いちゃいるけど。いて、なんだ、捨てくれ、捨てくれか。ごめんなさい、連発してる。味方のグレネードで殺されたな、今。どんまいどんまい。
うわわわわ、みんな散っていく。オッケー。Pさん、うそ、みんなうまいな。あ、でも赤チーム勝ってるのが不思議だな。あ、結構大差で勝ってますね。ですね、こっちは活躍しないだけ、これ。おおら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 、勝った勝った勝った、最下位。え、翔さん1位。おい、翔さん1位。やべえ、覚醒してる。なんだ、翔さん1位って。ヘッドショットゼロって。しかし、ロック中。すごい。ヘッドショットゼロは全部ロックでしょ、これ。そうですよ。それに比べて最下位と言ったら。最下位と言ったらだな、本当に。あ、A さん、総合1位おめでとうございます。総合最下位。総合最下位、どんまいどんまい。じゃあ、まあこんな感じでね。撮り続けていって、全マップ全ルールはユーストリームにおいて、その中から面白いのを YouTube に転送します。はいはい、はい、なんで全部見たいぞっていうこと方はユーストリームに見に来てください。リンクは動画説明文に貼ってあります。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。